何にも言わないのはもうセクハラと一緒だからね、それも吐殺。うん、エロビデオカメラマンと一緒だよ、それじゃ。全裸監督になりたいと思ってるからね。全裸監督だからね、それじゃ。将来の夢は全裸監督。何も。おはようございます、クヨグロです。おはようございます。お願いします。湘南ツインになりやがりました。結構でかいみたい。もう本当、まず今年は初じゃないですか、サイズ上がったの。湘南クメグロズはちっせえ波しかやんねえのか。ミスター膝腰ミスター膝腰はやめてくれよ。だってこの間さ、あの福島に行った動画出したじゃん、うん、あれダブルぐらいあったじゃん、うん、プロサーファーなんですねってコメント来たからバカにされてる。乗れないと思われてるのよ。でもあるわ、でっかい波。あ、本当っすね。ちょっとやる前にいろいろチェックして、うん、あのせっかく波あるんで一番いいところでやりましょう。はい、はい、あ、先ほどちょっとチェックしたところが、うん、ちょっとワイド気味だったんで、あの僕朝事前にチェックしてる場所が1箇所あるんで、そこを見に行ってみたいと思います。そっちの方がワンサイズ波があるっていうのと、はい、切れてたんですよ。で、潮が引くまでの間は結構いいらしいっていう情報が入ってるから、低気圧場のうねりって午後にかけて波が下がってくるパターンっていうのもあるから、急ぎましょう。今日ここに来たの大正解だったよ。波あります。ワンサイズ見てないじゃないですか。見てないのに何すごいね。もうおい、それ合わせてくれるでしょみたいな。おい、そうですねみたいな感じじゃないの2回目見てないのに。お前さ、いつもはさ俺が言った時はぐじぐじ言うくせにさ、もうほんとそういうやつだよなお前ら弟って結構そういうやつらが多いんだよな、ほんとクズだよな弟って今マジビビったよね、かい。俺今記憶飛んだのかと思った。2回目もう早く海入りたいからもうやろうって言ってるのに波見ましたみたいな動画でつなげようとしちゃってる。だってそこ見えてんじゃん。これがあれですよ、はい、動画の裏側だから何でもかんでも信じない方がいいですよ本当に。いや、お前さ見えてんじゃん、そこ明らかにあるじゃん。なんでワンサイズちっちゃいポイントだからね、ワンサイズ。ちなみにそうだよ、お前さ、怖っ。いいでしょ、 AKA クソっていうお前のことポイント。今日何乗るんですか。俺は今日はあの手術から帰ってきたモンスター8おーと、あとまあ最近お気に入りのジョイスティックの V2SV を持っていこうと思います。ただね、もう明らかにパフォーマンスの独壇場だとは思うんだよね。独壇場独壇場ブングがみたいな、もう独壇場だと思うんで、今日は久しぶりにパフォーマンス出したいと思います。久しぶりっすもんね、はい、来たものは般若かアンガールズって感じでまあこれ使うの動画に全部いっちゃいますあ、じゃあ僕のサーフボード先紹介しますか。はい、はい、こちらが、今期ニューリリースされるハッピーエブリデーですね。で、毎日を楽しくサーフィンできるように、ハッピーを改良したボードになっていて、はい、で、こっちはあの僕が非常に気に入っている、トゥーハッピー、これはパフォーマンスボードなんで、うん、まあ頭ぐらいっていうことなんで、トゥーハッピーとハッピーエブリデーを今日は塗っていきたいと思います。はい、はい、まあ、今回ね、あの、はい、使うのはこれジョイスティックのニックブレア V2SV ですね。まあ、小波用に設計されているボードなんですけど、はい、サイズのある波でも乗れるっていう EPS の概念を崩したサーフボードと、JS のモンスター8、うん、パフォーマンスボードですね。 ですもんね。これはもう、 あのもう言わずと知れたハイパフォーマンスボードでかなり人気で、だけど今モンスター2020とか新しいのも出てるんですけど、僕はこれでこの2本立てでいきます、うん、はい、ビッグニュース、はい、ビッグニュースです。何ですか。あの隣のあの車のちょっと撮れますか。車って撮っていいの分かんないんですけど、あのナンバーは映さないように。これモザイク入ってるかもな、はいはい、クメブロズが貼っております。これやらせじゃないですよ、今止めてたらクメブロズが貼ってあるんです隣ね。テンション爆上がってます。ちなみに
湘南ナンバーじゃないです、はい、ここが重要湘南ナンバーにいたらあれちょっとあれ桜かなって思っちゃう方もいると思うんですよ湘南ナンバーじゃないっていうね、びっくりだねこれは最高に嬉しいですね、超嬉しいです、車にね貼ってもらってありがとうございます、いやありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいね、めちゃくちゃ嬉しいです、じゃあ行きましょう、全然できますねって感じじゃん、あそこのグーフィーかあそこのレギュラーか行ってきます、はい、お願いします、お願いします、午前の部は終了でご飯食べて、もう一回午後、うん、ちょっとできそうだもんね、うん、揚げたらまたパキッとこうね波に厚みが出るんじゃないかなって思いますんで、はい、ご飯食べてまた行きたいと思います、高くて調子いいわ。まあお昼ご飯来たんですけど、はい、美味しいご飯屋さんを教えてくださいっていうコメントがよく入るんですよ、うん、僕たちのフェイバレットフードのラーメン高野さんです、小学生ぐらいからずっと来てるんですけど、今日はね、うん、こちらにお邪魔してラーメン食べていきたいと思います、はい、まあ、いつもお腹すきまして、はい、高野のオーナーです。はい、こんにちは。怖いよね。怖いよね。見た目はちょっとね、怖いですよ。めちゃくちゃ優しいの。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう小学生ぐらいの時から。そうだね。日本テンプだから。そうですよね。20年ぐらいですよね。ぐらいよね。はい。
20年愛好してます僕ら。でちなみに見てください、あそこの冷蔵庫。嬉しいですね。生きてて応援してくれてるんですよ、はい、いつもね。で何おすすめですか。やっぱり、うん、お昼に来たら迷わずビーランチ。僕はもう醤油も大好きなんですけど味噌が大好きなんです。どっちだよ。だからそうなの、本当その通りなの。どっちなの。だからどっちかにしてほしい。俺だってね、出すの高野さん側に。迷惑迷惑。どっちも美味しくされたら迷うじゃん、だってこっちだし。確かにね。そうそうなってくるとさ、俺はほんと醤油なの。醤油しか食べないよね。俺醤油しか食べない。でも最初来てくれた人はさ、醤油食べてほしいね。醤油食べてほしいよね、うん、何系ってか言われても、うん、ちょっとこういう系としか言いようがないんだよね。まあ見てもらえないと分かんないです。だってもう食レポ下手すぎでしょ今の。もう食レポなんかやったことない。もう別にラーメン来てから喋ってほしい。そうしよう。うまそう。私がいつもオーダーさせていただくのはこちら、味噌ラーメンです。味噌ラーメンに、はい、ミニチャーシュー丼の B ランチセットです、はい、で、こっちもいいですか。はい、はい、こっちがカイノです。はい、でこっちがミニチャーシュー丼なんですけど、これ岩のりラーメン、こっち普通の醤油ラーメンののりましですね。あーうまいんだよね。もう麺はどんな感じですか。麺はこちら。麺もね、美味しいんですよ。味うまそう。うまい。海上がりの体に染み渡る。サーフィンフラット超うまい。波あるさ、うん、日のさ、昼混んでるよね。めっちゃ混んでる。サーファー多すぎ。サーファー多いもん。じゃあ次でいいですか。醤油お願いします。うん、どうですか。めちゃくちゃうまい。あのこってり好きも絶対美味しいと思うし、油がそう苦手な人も、うんうん、もう好きだと思う、うん、僕は油結構苦手なんですよ、うん、油少なめとかって頼むんですけど、うん、結構強い家系のところは、まあ、全然そういう感じじゃなくて、うん、すごく食べやすくて味もうまい、うん、で何に似てるって言われると分かんなくない。分かんない、うん、もうそう、本当にそう。高野で、高野って感じなの。いや本当に 何に似てるって言えないよ、うん、茅ヶ崎で美味しいお店なんですかって言われるので、うん、まず第1弾は高野さんです。はい、駐車場もあるから車で海上がりに本当車でビューって寄って寄ってもらってもいいと思うし、ぜひ高野さん来てみてください。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ちょっと僕は今日午後から予定があるので、はい、今日はここで午後、はい、多分波いいと思うから、お任せします、はい、お二人に。僕ら頑張ってきます。はい、はい、じゃあ僕はお先に失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。暗くなっちゃうんで1時間頑張りたいと思います。1時間。1時間ぐらいで暗くなっちゃうんじゃないですか。もしもし。じゃあ行ってきます。何お仕事だ後輩。はい、あの紫スポーツの写真のお仕事なんですよ。ということでちょっと行ってきますね、はい、暗くなっちゃうんでお願いします。皆さんお願いします。騙されました。巨匠がずぶ濡れになってます。いや結構
ってるよねこれ。普通に雨こんなの。今日いい波だったんですけど、午後の部はこれにて終了ということで、はい、また、晴れた時に撮影したいと思います。素敵な週末をお過ごしください。クメブロスでした。ハッピーウィーケン。また頑張ります。